大穂さん、こんにちは。こんにちは。太平洋クラブ成田コースのアウトコース練習していきたいと思います。本日は私ステルス2です。ステルス 10.5 度にスピーダー NX グリーンの、5X、先端少しカットしております。はい。クラブの長さが 45.75 インチで、バランスが D1 と、いうことで、ちょっとね、練習場の動画でですね、ちょっとドライバー探しの旅に出ると、はい、いうことで、ちょっと動画出してたんですけど、まあ、それをちょっと今日ラウンドで練習していきたいと思います。ちょっとね、練習場、まあ、あちらに、ね、ちょっと映していただくと、あの練習場のネットがあるんですけど、はい、あれをこのドライバーだと超えちゃう可能性があって奥に従業員の車があるんで、まあ、非常にまずいということで、今日はコースでね、たくさん打っていきたいと思います。はい。まあ、ちょっとボールも4球持ってるんで、しっかり打って練習していきたいなと思います。ちょっとね、そのなんで急にそんな軽いの持ち出してきたんだって思うかもしれないですけど、ちょっとその練習場の動画を見ていただければわかると思いますので、ぜひね、そちらを見ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あー、ちょっとタイミング狂ったな今。もう一球いきますね、先にね。はい、何球でも打ってください。そうっすね。あとやっぱちょっと足首が折れてるんで。まだ折れてます。そうなんですよ、折れてるんでちょっとね、踏み込めないっていうのはちょっとあるんですけど。これいい感じですね。いつも通りいい感じでしたね。あと2球あるんで。はい。あ、ティーは僕の前に来ちゃいました。はい、ありがとうございます。それでもまあ、コース来ると球の高さは普通な感じしますね。そうですね。練習場ではすごい高いイメージでした、ね、かなりね。うん、なんかちょっとやっぱりシャフトのタイミング合ってないですね。うん、な、一番タイミングを狂わしているのは長さかもしれないですけどね。長さね。はい。これをまあ、なんか今日持ってきてさ、いきなりタイミング合うなんて思ってないんですよ。これを練習してってうまく、はい、まあ、このシャフトがいいのかどうか分かんないんですけど、まあ、そういう練習してちょっとずつ合わせてやっていければいいのかなと思ってます。まあまあですかね。まあまあ、まあまあ、まあまあならいいです。うん、ありがとう。もうダメだわ。そうだね、っていう答えじゃなくてよかったですよ。マッホさんの場合わかんないですからね。まあ、一瞬でね一瞬でもうこれともう一個バンキッシュ、まっちゃんのね、バンキッシュの、まあ、ドライバーがあるんで、まあ、ちょっと両方ね、打ってきたい。コースでバンキッシュも打ってないでしたっけ。一回なんか抹茶の借りてなんか打ったような感じするね、8番でね。そっか、意外にこう練習場とコース逆なパターンもありますからね。 あるからね。これは分かんないですからね。楽しみですね。今日の僕のテーマ言ってもいいですか。いや、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。よろしくお願いします皆さん見て気づいてください別の動画で言います全部は言わないですけどね、はい。いい感じですね。もう一球打ちますか。いいですか。うん、今ちょっとフェードでしたけど、はい、いい球じゃなかったですか。あ、いい球でしたね。そうなんですよちょっと良くなってきたんですよ言えないんですけどね。うん、
行きますか。いやー、ワッフォーさんがまさか、うん、スペックを落としてくるとは思わなかったですね。アイアンはヨネックスのトラビル 105S まあちゃんとねちょっとお借りして今日やっていこうと思うんですけど、はい、まあそのアイアンも、まあ、コースで本当にね何球かまっちゃんの打たせていただいただけだったんで、はい、まあ、とにかくちょっとこうしなるシャフトを、ね、はい、こう打っていこうと、はい、いう感じですね。まあ今どっちかしならないシャフトを、自分で頑張って打ってたんですけど、まあそうだね 1,2 週間はい、ちょっとやってみようかなっていう感じですね。ちょうど試合が空いてるんですね。そうですね、試合が空いてるんで、まあ少し練習をしながら、はい、まあコースでもよそのコースで行きながら試しながら、ちょっと打っていきたいなと思います。まああんまり変えることをしなかった僕なんでね。そう、まあもうなんかこのまま行くんだろうなっていうイメージしかなかったんで、はいはい、まあちょっとこういうのも入れて、まあ、ゴルフ自体がねそんなすごいなんかもうめちゃくちゃ悪いっていう感じじゃないんで、はい、まあ、もう一つこううまくやれるためにちょっと頑張ってね調整していきたいなと思います。単純に、まあ、今いろいろ試している段階で、うんうん、まあ、でもこれでいくぞってなった時はもう単純に今の使ってるセッティングを、はい、こう重量だってフレックスを、うん、落として使うっていう可能性も十分にありますね。そうですよね、まあ、その方が、まあ、ベンタスが今 7X とかね使ってるんで、はいはい、まあ、7S もあるし、はい、抹茶のやつ 6S もあるから、はい、まあ、そういうので変えていってもいいと、まあ、シャフトやる格子はちょっとやっぱり球上がると思うんで、はい、まあ、そのパラダイムで言うと前後の重量変えたりね、あ、まあ、そういうのも調整が必要だと思うんですけど、ロフト、そもそもロフトがロフトもそうだしね、まあ、もう立てないといけないとか、うん、まあ少しそういうのをやっていきながら、まあ、ゴルフを楽しんでねやっていければいいなと思います。いや僕、まあ、ちょっと今ワッホーさん左足でしたっけ、折れてるの、左足折れてるんですよ、左足、はい、まあ、折れて、まあ、うまく今歩けてないじゃないですか、はい、ビッグ見てますからね本当はあのゴルフ、はい、行きたいなと思ってて、ああそうなんですね、はい、はい、よく昔っていうかまあ2年ぐらい前とかに、はい、よく午前スルーとか、ああ行きましたね、行ってたじゃないですか、まあ、来週空いてますからね。そうなんです、ちょっと1日、はい、行きますか、行きたいなと思ってて、ああいいですね、いいですね、まあ、僕もちょっと今こうスイングいろいろ取り組んでる中で、はい、まあ、結構練習場での練習を増やしてるんで、はいはい、で、まあ、来週ぐらいからはちょっとコースにもよそのコース行って、うんうん、やりたいなと思って、やりましょうか。ちょっと誰誘いますかね。はい。誰誘いますかね。いやここはもうあったくしかいない、ね。あきたさんですね。あとさ、やっぱ俺らの行くコース言えば、はい、セントラル阿蘇ですかね、やっぱり。いやそうなんですよ。セントラル阿蘇かセントラル。まああの茨城の、はい、あの辺セントラルあたりまで行くと安くて早朝ありますからね。あれ、あ練習場が左にある。はい、左？阿蘇でしょ。あ右か、あそうね、右、うん、あそこ狭いですからね。あそこ狭いですよね。練習場に飛んでったことありますからね。いやあそこ飛んでいきますよね、はい、僕左の山にチーピンしていや入っていくよね。入っていくんですよ、うん、朝市としてはかなり狭いよね。しゃあ結構上げてます。結構まあ5と9しかないんで、はい、まあ、9番円で打って多分グリーンまで届かないと思うんで、はい、手前からアプローチしていきたいと思います。ちゃんとあのグリーンの幅にはしたいと思います。まっちゃん次のさ、はい、こうラウンドとかこの練習の撮影の時はさ、はい、ちょっとクラブもうちょっと持ってきたら。あ、わかりました、まあ、最近ちょっとさなんかまあ、台風で練習してるときはさ、はい、こういろんな球を打ち分けるために、本数少なくしてるけど、はい、少しこうグリーン外したりすることが多いっていうのを聞いてるから、はい、しっかり乗せるためにも、確かに乗せるっていうことを癖づけるとですね。そうですね。じゃあちょっと僕右のボール拾ってきます。わかりました。はい、ということでワッホーさんの2打目ですね、はい、117ヤード、このヨネックスのピッチングで打っていきたいと思います。
ちょっと右ですけど、ちょっと練習場通りの球が いいことですね。出たかなって感じでしたね。クラブに合わせてないですね。クラブに合わせてない。右行くからつって捕まえてないね、まだ。その自分のスイングを貫き通してるんで、ちゃんとその通りの結果が。結果、練習場通りだね。まあ、どっちかって言ったら俺、引っ張るじゃないですか。はい。だから意外に、あれがまっすぐなのかもしれないけどね。あ、向いてるところにまっすぐ出てるとですね。そうそう、その、うん。これもちょっと打って、90ぐらい。いい感じっすね。うん、シャフトが柔らかいからなんか今までと全然違う感じでボールに当たってる感触ですね。でもワッホンさんの中で、うん、その、まあ、まだ数球しか打ってないから分からないと思いますけど、はい、なんかちょっとさらっと打っちゃうなとかそういうのはないですか？あ、そうだね、なかったね。お、軽いからさらっといこうかなみたいな、まあ、なんかその重い方がどっしり行きたくなるじゃないですか、うん、あ、はい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 、軽いとちょっとこうさらっと打ちたくなるのかなとか。あ、今はまあそんなことなかったかな。あ、その、まあ、特にそのピッチングでの1球目なんかは、はい、まあ、117のアゲンストですから、はい、ちょっとしっかり打たないといけないなと思ったんだけど、はい、こう、まあ、うまくなんかソールがつるっと滑ったような、滑ってましたね、うん、感触があったね。なんかバウンス、マホさんって結構ダウンブローになんか打つイメージありますけど、うん、結構そのバウンスを当てにいってる感じなんですか、ね、バウンス当てにいってる可能性あるね。なんかその音と、うん、歯からは行ってないなっていう感じは、感じがね、なんかこう音となんかバウンス、なんか地面に当たった時のそのクラブの使い方がなんかそんな風に見えますね、うん、なんか自分でも今そう感じました、ね。あんまりだからマッスルバックみたいなのは苦手なんだよね。あ、なんかマッスルバックの方がいいんじゃないかって打ち込んだりするからね。はい、ああいうのはちょっとそんなことないんですね。苦手なのよ、なんかこう、うん、きっちり入れないといけないって思っちゃうから。ああ、まあそれが逆に言うとコントロールをしやすいってことですね。まあまあね、そうだね、な、振り抜きがいいとかね、ラフからでもね。ラフからとか全然違いそうですよね。全然違いそうですよね。よし、つえグリーン少しスピード上がってますね。スピード上がってますね。先行きます。あとなんかすごい白っぽかったっすね、はい、砂もちょっと入って、うん、ボギー。そうなんです、これからの時期が一番多分なんかグリーンちょっとこう芝生もこうあったかくなってきて、うん、動いてきて、でも少し乾燥っていうか風も強かったりするんで、これからの時期がなんか結構グリーンが一番仕上がる時期なんですね。時期のイメージ、なんか僕の中でイメージがありますね。確かにね、うん、俺はこれからし、僕たち、まあ、まっちゃん分かんないけど芝花粉の恐怖がね。いや、僕もちょっとなんか花粉っぽい感じが最近は黄砂とね、ちょっと松が多いみたいな。ヒノキって言いませんか？ヒノキなのかな、なんかそうやって言う人も結構いるんで、うん、ね、なんかの花粉がヒノキ、自分ヒノキなのかなってなんか勝手に思い込んでます。うん、では次のホール行きたいと思います。はい、はい、3番ホールです。はい、じゃあ3番でね、またステルスを打っていきたいと思います。
感じですね。まあ、いつもよりは高い感じか。でもなんか老けてるって感じはしないですね。そうだね、まあ、若干スピン量多いかなっていう。ファホさん、スピン量多くていいんじゃないですか。いや、ちょっと多いかな。ちょっと多いですか。うん、なんかそんな感じするね。物足りないですか。うん、まあわかんないね、まだね。ロフトを、まあ、ロフトとか、まあ、あとウェイトの位置、ウェイトをね、鉛貼ったりとか、まあいろいろ手はあるけど、まあまあ一旦そんな感じだね。うん、なんかすごい悪いっていう感じというか、そのなんかあと一つ二つこう。そうね、まあまだタイミングがね。まあそう。でもそのなんか。これ割とまあ振りやすいかなって感じだね。あ、その中でも、うん。もうそれ大事ですね。うん、振りやすさ。振り遅れちゃった。もう一球いきます。振り遅れ。今ぐらいの感じで打ちたいですね、僕の中では。あんちゃん中で、はい、今の方がなんかスイングとして全体が統一できそうな感じがします、うん、そうなんね。球はちょっと今低かったですけど、うん、なんか今の方がいい感じ、うん、試合で使えそうな感じですね。なんかこうやってしっかりビシビシやるの久しぶりですね。ああ、まあそうかな。はい、松さんだけじゃない、そうやって思ってるの。僕だけですか。なんかいつもにこう穏やかな感じな。あ、そうか。僕だけですかね。お前だけじゃない。僕だけだったか。まあこの。こいつはまあ、まあそのずつ僕は大丈夫です。これを、はい、で次の動画の4番では、パラダイムの、まあ、バンキッシュの方と両方打ってみる感じかな。まあ4番分かりやすいですからね、飛距離もそうですし、なんかこう4番ホールが結構こう球がこう作っていつも僕たちゴルフするじゃん。まあそうね、そういった意味でこう球が作れるのかとか、うん、なんかそういったいろんなあるよね。はい、この3番は広いからね。3番広いんでちょっとエイみたいな。いやいや、エイであれはないです。1球目のあなた、まあ、いや僕はまあちょっといろいろ今あれ失敗しましたね。あ、そういうことですか。はい、まあ、ちょっとこう煽っちゃいましたね。煽ってましたよね。はい、煽っちゃうんですよね、どうしても。うん、うん、ね。で2球目の方が僕の中でこう、うん、まあ煽ってない感じというか、その煽ると、うん、僕の感触なんですけど、まあ、フィニッシュが取れないんですよ、うん、でそういうの時ってなんかこう右肩が止まってる感じがするというか、うん、2球目の方が、まあ、球はちょっと低い感じでしたけど、こう右肩が回ってくるんで、うん、
自然とフィニッシュがこう気持ちよく取れてる感じが、あ、取れる感じね、はい、まあ、右肩が動いてるっていうか、そのなんか止まってる、体が止まってるっていう感じなんですけど、なんかあの2球目の振り抜きのような感じで常に打ちたい、ね、はい、打ちたいよな、はい、なんか球がそれで曲がったとしても、うん、なんか気持ちよく振った中の球の曲がりって結構許せるんで、うん、まあそうね、はい、うん、1球目はダメなんだよね、明らかに1球目はこのいろんなところにエラーが起きてフィニッシュ取れてないんで、なんかあれは、うん、なんか試合とかでやりたくないなっていう、そうだね、はい、しかも別に今嫌がってるわけじゃないのにあれ出ちゃってる、うん、そうだね、これが左がもう即 OB で、はい、あの球になったのが分かるよな、なんかまあそこに対する準備ができてなかったとか、いろいろこう出てきますけど、うん、練習で左もセーフな広いホールで、あれはちょっとこう、あの球逆にどうやったら出るんだっていうぐらい小山のてっぺんにありますよ、まっちゃん、あります、なんでさ、よっぽど右行ってもここフェアウェイ出てくるのよ、あの右のやつじゃないんですかね、あれはもう俺のさ右行ったやつ、あ、あれですね、親の黄色く光ってますね、黄色く光って光っちゃってからさ、あ、ロストしようがないですね、あれはもうあれ上残ってるのは相当曲がってますよ、いやー、もうだってむしろあの、うん、3番側に跳ねてくれてラッキーぐらいまであります、ね、2番側にもっと上だったかな2番側に跳ねてたらもう可能性ある、グッバイでしたよ、グッバイだったね、あんなね誰もいないのにファー必要だったよ、間違いなく、うん、上の山に当たって落ちてきて、そこですよ、そこか、そこに落ちて、そこはない、ないもんな、はい、ちょっとここでいい、もういや、あのカメラを連れていく資格ないっすねこれはこれここから撮ってるからそこ行けねえよ、これ行けないっすよね、150ヤード9番アイアンでいきます、お願いします、うまいよ、うん、ナイス、ありがとうございます、こういうところから練習するのもいい練習ですからね、いや、まあ、結構いきますからねいや結構いくからやめてくださいよこう斜面からうまく打ったりするのも、まあ大切なことですもんね、大切なことですよ、練習、本番の中の練習ですから、確かにね、はい、よし、これ急に曲がったりするじゃないですか、急に曲がるんだよね、はい、そういった時の対処法、曲がっても粘るっていうね、大切ですからね、ゴルフは粘りが大事ですから、粘りが大事ですからね、はい、いい当たりするとやっぱりちょっといくのかな、まあそれはでもどのドライバーも一緒ですからね、うん、まあそのそうだね、アゲンストで打ちますか、あ、いいですか、うん、よし、ピンまで140ぐらいありそうですね、奥ですよね、130ですね、130ですか、130で十分足ります、わかりました、9番アイアンで、抑えすぎた、うん、ナイスショ、ありがとうございます、昨日、うん、昨日あるショットの時に、はい、僕は結構こう抑えて、ああ、ありましたね、はい、た時も常にそれくらいで打てばいいじゃんって昨日和子さんに言われたことを今思い出して、うん、取り組んでみました、悪くなかったと思います、いいショットだったね、ありがとうございます、うん、言わせるっていう褒めてもらいたい感満載でこれは1球目ではないな、125ぐらいかな、ピッチングで、はい、ああ、奥乗りましたね、
感触いいっすね。いいっすね。やっぱドライバーよりアイアンの方が短い分こう柔らかくても合わせやすいっすね、タイミングね。そう、普段使ってる長さよりも短いですもんね。短いし、まあ柔らかめだから。その重量的な部分ではどう感じますか？まあ、あの僕が使ってたそのシーテーパーの120の S っていうのは、はい、カット前120とかだと思うんですよ。だから、まあ、軽めではあるんだよね。あ、だからそのそんなすごく軽く感じないってことですね。そうだね、まあ、いろいろさプロジェクト X とかもこう試したけど、はい、どっちかってやっぱ重いのが多分苦手、アイアンは、はい、だから軽い方がいいかもしれないね。おお、さあこれもピッチングで110ぐらいかな。はい、ちょっとディボットから、これが1球目ですね。ディボット左足下がりですね。うん、あ、かなり感触いいね。めちゃくちゃいいですね。なんかね、これは本当にあるかもしれない。まあ、もしかしたらシャフトは変えるかもしれないけど、いやシャフトが、はい、シャフトが多分ちょうどいいんだと思う。その、はい、僕もこのまっちゃんのトラビルを打った時に、はい、僕もトラビルを、これはカートミチ当たってますね、トラビルをもらったんですよ一緒に。去年の一番最初の時、そうそう、もらって、はい、僕は X でもらったんですよ、はい。まあ、ちょっとしなるから、岩尾くんは X でいいんじゃないの、松本さんは S でいいんじゃないのっていう話で、はい、X 打ったら全然なんかうまくいかなかったのね、はい、だから S だから逆にこう S とかの方が明らかにしなるから、おタイミングが取りやすいのかもしれない。もう、まあ、いつもワッホーさんもうダメだとすぐダメじゃないですか。ダメなやつはほんとすぐ顔に出るじゃん、まず結果と顔に出る。もういや、もう顔が9割でもさ、はい、だから俺ね、まあ、今回、まあ、今グリーンとか打ってますけど、一番期待してるのはもうただの S なんですよ、ベンタスの、はい、あれに期待してるんで、これはちょっとしなるの慣れ、なんかこうやってるっていう感じだけなんで。ワホさん、やっぱ切り返しのタイミング大事ですよ。切り返しのタイミングですか？やっぱりゆっくり粘ってますか、僕は。もっとクイックにした方がいいですか？クイックじゃない、ダメですね。あれ結構難しいんだよな。ワホさん粘りも。ギシギシ言ってましたよ、僕の体が。まあ、ちゃん全然違ったよね。全然違いましたけど。うん、ああ、ワホさんはこのタイミングで打ってるんだなっていうことが。うん、ね、まあ、皆さんに何言ってるか伝わらないと思うんですけど、さあ9番やんでちょっとチュチュチュっとした転がしで、チュチュお願いします。はい、久しぶりですね、うん、はい、これでやんのイメージは1/3、半分ぐらいキャリーでいきたい。右でちった。うん、まあまあですね。まあまあですね。うん。まあまあですね。どう、なんか今日テンション高いですね。え？どうしたんですか？今日テンション高いですか？今日テンション高いですね。最近僕のなんかハイ、なんかこう、テンション上がっちゃってるんですよ。大丈夫ですか？沈む前のハイテンションとかじゃないですよね。いや、テンション上がりすぎちゃって、はい、最近夜寝れないですよね。興奮しちゃってなんか。何ですか、大丈夫ですか、そんなんで。だから危ない状態ですね。危ない状態ですね、本当に。ちょっと勘弁してくださいよ。なんかメーターがこうなんか逃亡とかだけやめてくださいよ。メーターがこう奥で奥でもうなんか振り切っちゃってるんですよね。うおーって言っちゃってる。車とかでもちょっとなんかそれだけやめてくださいよ。あんまこうないタイプの車あるじゃないですか。そういうのでわーそうね、まあ、ちょ、これもごめん、いい先に。はい、俺のこのこれが僕のあ、まあ、そうですね、これ箱さんですかね。これ僕ですね。ありがとうございます。硬い。これが右の斜面から多分打ったやつですね、うん、あ、じゃあ、右の斜面から打ったやつは手前ですよ。右のやつがあれで、うん、2球目が、うん、キャリーだからここだったんですね。はい、よし、ちょっとこれは2球目ですけどこっちも打っちゃいます。お願いします。
もうパンチ松本ワッホさん踏んでいいですか。いいですよ、まあ、先に黄色いきますか。あ、じゃあ先に1打目こっちが本番ですからひるいます好きにしてそれを打ちます。あ、いいですか。いいじゃん、いいじゃん。踏みますけど。いいよいいよ、それですね。動画で怒んないでくださいね。ぶち切れ案件の。はい、なんかまっちゃんがワッホーさんの先輩のラインを踏んでると。遠慮なく踏んでったみたいな。やめてくださいね、本当。気にしいですね。いや、僕結構気にしいなんで、本当すいません。両方とも押してますね。押してるんですよね、うん、最近ちょっとフェース乗ってないんですよ。これは練習が必要っす練習必要っすね、はい、ちょっとパターフェースに乗ってなくて、うん、ちょっと距離感も悪いんですよね。あ、はい、まあ、あの距離感はさ、同じ力で打ってもロフトが立ってる時と寝てる時だよね。あ、そうですね。飛んでいくスピードが違いますから、はい、あのそこはちょっと揃えてあげないとね。そうなんです。ここ大体ちょっと僕の感覚では、うん、なんか結果を追いすぎて、はい、なんか手が出ちゃってる感じが、あ、そういう感じなんです。あるんですけど、その衝動は抑えられない抑えられないですねああいう外れるときもああいう感じで外したいですよね思い通りに打って、そうですね、外れてるんで、うん、いやでもワッホさんはもうパターはなんかずっといい感じですもんね。いい感じなんですけどね。そのまあ日本プロの戦ちょっとこう落ちちゃったときに、はい、あのオークヒルズカントリークラブでねこうやったんですけど、すごいグリーン速くて、はい、まあ、全然この今の成田コースよりも速かったん でもっと硬かったんですよね、はい、でこう、まあ、速いグリーンは結構今年はもうやってきてるから、はい、その別に速いグリーンだから、難しいとか、パッティングがどうこうっていうのはなかったんですけど、ちょっと自分の中でね、ジャストタッチでいくのかちょっと強めのタッチでいくのかを、まあ、結構その決めないで、はい、そのホールごとに変えてたって言ったら変だけど、ちょっとこうテーマとしてしっかり設けてなくて、そこで距離感がねちょっとバグってたっていうのがあってね。あ、まあオークヒルズ、まあ、抹茶も練習ラウンド付き合ってもらいましたけど、はい、傾斜が結構強いんですよ。強かったです。下りと上りの差が結構激しくて、はい、上りやっぱりしっかり打たないといけない、下りはそーっと打つ、その時に、まあ、上りでもジャストタッチで入れるのか、はい、下りでもジャストタッチ入れるのか、まあそういうテーマを1日通してのテーマを決めずに、ここはちょっと薄く強めに行こうとか、あー、ホールごとでちょっとね、チャンスついた時とかに決めてたんですけど、はい、それが強く、まあ、50センチオーバーとか1メーターオーバーで打とうと思ってたのに、打ってみるとジャストタッチだったりしたんですよね。あ、その辺がちょっとね今回このパターが入んなかった原因というか、決めきれなかったんで、まあ、ちょっとこう、まあ、それを反省してね、次回の試合に生かしたいなと思います、はい。まあ、今日はそんな感じで、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうしたんですか、そんな変な顔して。いやもうワッホーさんがめっちゃいい話してるのに、うん、ここでくしゃみしたら終わりだと思って花粉がね、はい、もう今鼻の奥で、はい、もう今葛藤してたんですよ。そうなんですか、はい、キモいっすね。いやいや、もうこれはもう仕方ないですよ自然現象っすよ。いや生理現象、いや自然じゃないですか、花粉なんで。ああ、どうなの、生理現象。まあちょっと間っすね。いやいや、わかんないですけどまあそうっすね、ちょっとね、まあだいぶスギ花粉とかはね収まっ、もうなくなったと思うんですけど、僕らちょっと、僕なんか特にこの芝生の方が生えてきた時にちょっと花粉っぽいのが飛んで、くしゃみとか、
鼻水出ちゃうんで目痒くなったりね。ちょっと来週その治療じゃないんですけど、ちょっとそういうのね行くんでね、まあちょっとそれ良くなればいいなと思いますけど、なんかちょっとくだらない話でもした方がいいんじゃないですか。ここで缶コーヒーの話が出たじゃないですか前。はい、出ましたね。缶コーヒーをねこういただいて12ケース2人で12ケースいただいたんです。タリーズのね、はい、いただいたんで、本当にあのそんな何が好きだからって別にそんな送っていただかなくて本当に大丈夫なんで、はい、あの皆さん気を使わなくて大丈夫ですか。はい、抹茶に買ってもらうんで。僕ですか。うん、いやいや先輩、あれ先輩なのに金払わないと下に見るから ね。その話で盛り上がったよね。動画で話してないですよ、ね、動画では話してないんですけど、まああのなんて言うんだろう、こうまあ払う払わないその限度がありますけどね、その何十万とかは、はい、まあ、払えないけど、いや払えないですね。払えないじゃないですか。はい、ただそのまあ飯をね4人とか5人とかでね食べに行って、はい、まあお会計どう1人5000円だとしたら、まあ2万5000円とか、はい、3万円くらいですかかかりますかね、はい、まあ飯まあね普通に一人でね食べに行ったら1000円で済むねご飯だけど、まあみんな食べたら損壊かかるじゃないですか。まあまあやっぱお酒飲んだりもしますからね。はい、まあこれスポーツ界っていうか、まあ、まあ当たり前のことで僕たちもまあ過ごしてきたんで、はい、まあ、僕が若い時なんかはいつも、先輩が払ってくれて、まあ、いつもこうご馳走になってたんで、まあ僕も後輩と行った時は僕が払うようにこうしてるんですけど、先輩なのに払えないやつはもう下に見るからね俺はね。なんかあんまりないんだけどそういうことが、まあ基本プロゴルファーの僕の先輩は全員払ってくれますから、はい、うん、だからまあそこがねちょっと難しいところで、まあそういう環境で育ってきてない人、あと一般の人、一般の人って言い方おかしいのかな、まあ、普通の社会人の人、はい、まあ、なんか結構こう、まあ、僕らでは当たり前の世界だけど、まあそのまあ、僕がもし普通の会社員だとして、はい、まあ、あの上司だよね、部長だとか、まあ、そういう人たちといった時に、はい、なんか世の中では今割り勘なのかな、まあその方が多い、割り勘とかなのかな、ね、まあ僕ら僕の感覚でも完全にぶ、まあ、一番上の人が払えばさ、はい、まあいいと思うし、まあ、それはまっちゃんともいつも話してて、はい、普段まあその仕事上だけど、まあ、上下関係がある中で下の人は気を使って喋ってねいろいろこう切り回してるのに金まで払わされるのかと。なんでじゃあお前に気使わないといけないんだみたいな話になったじゃないですか。なりましたね。まあそれはまあ仕事、まあ会社とは違うのかもしれないけど、まあスポーツ界ではそういうのが当たり前にこう、まあ当たり前な僕はこう関係揃ってきたんで、はい、うん、だからなんかこう今のみんなとの付き合い方難しいなと思いながら。デリカシーがないわけじゃない、デリカシーがないわけではないんですけど、まあわかんないですけど、まあ、僕の中でもその人が下になるっていうだけなんで、はいはい、あのなめるっていう、もうあその人に対してなめちゃうんで、もうそれはしょうがないです、まあ、でもワクさんそういう人とはもうご飯行かないですね。行かないですね。だからそうですね、行かないですけど、まあ、その辺難しい世の中だよね。ああそう、うん、まあ、会社でどうなんですかね。会社はでもそうなのかな、まあ、今分かんないけど、まあ、だからその関係性ですよね。なんかよくしょっちゅうこう、うん、飲みに行くような仲とかだと割り勘、うん、だけどまあ本当に何ヶ月数ヶ月に1回、うん、たまにはこう行くぞ、行くぞはダメだよ。行くぞで誘ったのは絶対払わないとダメだよ。そういうことだから、そこはあると思うんですよね。その普段もう普段から、うん、まあそうだね、まあ、仲良くて、まあ、僕とバッホさんが年が離れてても、うん、まあ、よくこうご飯に行くみたいな仲だったら、そうだね、まあちょっと割り勘でとか、うん、そのまあ今日はちょっとお願いしてもいいとかっていうので、ね、まあ、持ち回りでね、持ち回りで、そう持ち回り制度はいいよね。そうです、持ち回り制度、まあ、友達だと持ち回り制度だしでいいと思うんですけど、時々のだから
そうなんですよね。その辺が難しいんだよね、結構ね。難しいですね。まあそうだね、誘ったら基本払うのまあ払うっていうか、なんか会社に勤めたことがほとんどないんで、まああのそれだとさ、なんていうのかな、そんな仕事終わってまであんたとご飯食いに行かないといけないんだみたいな人も多分いるわけじゃないですか。まあいますよね。なのに、まあ、一応誘われたから行って、はい、金も払わされる。最悪じゃんそれ。いやもう最悪ですよそんなの。最悪だよね。いやもうワッホーさん、うん、その時今日は飯でも行くか、うん、ちょっと頼んだわなんつったら迎えに行って、迎えに松本が迎えに来て、はい、でなんか俺が出す雰囲気なく、いやまあだから店も、うん、きっと多分ワッホーさんがこう、あ、じゃあちょっと焼肉食いに行こうよっつって、はい、行って1人5000円とか6000円して、はい、で2万円の会計ぐらい大体予想ついて、はい、で払う気がない、財布を出す気がない、俺はとんでもないことだよね迎えに行って金使って先輩はアルコール飲んで僕は運転で、払う気がない、それ最悪だもんねそんな人はあんまりいないけどさ周りに。いやまあ僕たちのご飯、まあ僕たちっていうかまあ基本僕とワッホーさんでしか行かないですけどね。まあそうだね、まあなんて言うんだろう、だからまあ僕そんな基本ご飯誘われても行かないじゃないですか。はい、だからそうだね、難しいっすね。だ視聴者さんとのご飯とかはまあほぼないけど、うん、まあ視聴者さんとのご飯はまあそもそも払う気がないんで僕をご飯に誘ったらもう全く払う気がない、財布も持っていかないまでありますからね。いや僕いつも持っていかないですねまあ最悪払うって形になっても、まあ、ワッホーさんいるしなみたいなっていう気持ちで、まあそうだね、まあ、運転だったらそうだね、財布持ってますけど、うんうん、ホテルに置いていくまであるもんね。ホテルに部屋に置いてってそうですね。でもう帰り気になったらごちそうさまです。まあね、はい、それはもうなんかそうだけど、その辺はちょっと皆さんのね、どうか分かんないけど、僕らはまあそういうところで生きてるんで。そうですね。でもこう、まあまあ分かんないな、難しいですね。いや難しいですよ。だから結局みんなご飯行かなくなるんだよ、みんなと。あ、今の人は多分そういうことですね、うん、それかもう仲のいい人とかしか行かないから、まあなんか自分が払ってもいいと思えるような人としかまあ行かないというかね、はい、でもこう上司とか先輩たちと言ったら、先輩いや僕もう払いますよ、うん、って絶対言うじゃないですか会見の時に。あ、そうだね、一応ね、ワンクッションワンクッション入れるよね、ワンクッション入れるじゃないですか、うん、ああそうありがとう、うん、でなるのかいやいやいいってみたいななるのか、うん、ここ大事っすよね。大事だね、まあ、会計があんま高すぎるとね高すぎるとちょっと自分の分ぐらいはね、はい、なんかまあそうだね、まあ、それは分かる、高すぎるっていうのはありますけど、まあ、1人1万円とか1万5千円するところに、まあ俺とまっちゃんで行って、そうだね、そうだね、まあ、まあ、1人5千円っていうのもまあ、まあ、1人でも今もう1人5千円ぐらいかかるじゃん、まあなんだかんだ普通になんか飯食いに行ったらさ、はい、まあ安いとこ行けば安、それはもうもちろん安いけど、お酒飲んだりもうすればかかるから、うん、しょうがないね、いろいろ高くなってるからね。まあそうですね、うん、全体的の値段が、ね、そうだね、金払う払う問題ね、やっぱ気軽に誘えないよね。そういうことっすね。まあでもそうだね、気軽に誘えない、誘ったなら、まあ、誘ったなら、はい、しっかり払ってくれよ。これはどうですか、先輩がまだまだ喋る終わろうとしてたじゃん好きだねお前も、気になったんですよ今、うん、先輩が、うん、先輩行きましょうよと、うん、後輩から、後輩からワッホさん、うん、まあワッホさん僕はこういうこれぐらいの関係じゃなくて、うん、まあまああのそんたまにご飯行くぐらいな仲なんですけど、うん、ワッホさん今日ご飯行きましょうよ、うん、行くよなんつって、後輩から誘われたら行って払うよ、だからまあそれ払うんですけど、うん、まあ、今のはまあ先輩が誘って払わないのはなしって感じでしたけど、うん、後輩から誘われて
後輩がっていうこと で後輩が払うつもりがないっていうのもそれは大問題だね。後輩に問題があるなっていう、それは問題があるねだからそこは難しいですね後輩に問題ありますよね。ややこしい話出してくんなよいやいや僕とかたまに先輩飯行きましょうよ、まあね、言ってごちそうですってなっちゃうんですけど、うん、まあ、僕の周りにはそうやってご飯ごちそうしてくれる先輩が多いんでなっちゃいますけど、まあね、それはそれでちょっとデリカシーないかな。まあ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 、デリカシーがないねモラルがないっすね人としてそのパターンもあるのか。そのパターンも世の中どうしてんだろうね、ほんとね。まあ、わかんないけど難しい世の中ですよ。難しい世の中になったんですかね。難しいです。まあ昔は絶対先輩払ってただろうからな。そういうのはいつの日かこう変わってったんですね、うん、変わってったのかな。よかったよ、俺は周りにあんまりそういう人がいなくて。まあ和光さんが付き合った年代もそのちょっと年上、まあ先輩たちはね。そうですよね、うん、だからこうまだその名残のあるこう、そうですね、はい、雰囲気で、で僕が和光さんにこうやっているんで、うん、僕もそれが普通だと思ってますけど今度まああと5年後とか10年後ぐらいに大問題になってくるのが、松本が払わないっていうのが大問題になってくるよ。後輩って言った時に払わないっていうことがもしなったら大問題だね、はい、割り勘で一番終わってるパターンだね。反省、岩尾さん、でもまっちゃんさ金使わないじゃん。はい、あんまりお金使わないですね。お金使わないね、はい、そういうやついるよね。何に使うの。え、金も使わないもんね。金税金だけ払ってんのまあ一応、うん、使うってはいるんですけどね。そのだってさ固定でかかるお金は、いや固定でかかるお金だから全員払ってんだよ。そんな払ってるじゃないですか、家賃とかね。こうまあその当たり前の話は車のガソリンとかね。それプラスアルファさ、それプラスアルファで、いやなんかさ特別使ってないもんね、何も。そうっすねそういうやつほど払わねえんじゃねえの将来。そもそももう誰か飯行こうぜって誘わないとか。あ、まあ僕あんま誘うことないですね。あね、はい、飯行こうぜってもうその別に払いたくないとかそういうの別にないですよ、うん、誘わないですね僕はもう、まあ、お酒飲まないじゃないですか、うん、だからまあ本当に一人でパッて食べてパッと帰りたいんですよ、うん、もうほんあのまっちゃんさ今一人暮らししてまあ半年ぐらい経つじゃないですか、はい、半年以上経つじゃないですか、はい、家で何食べてるんですか。ここは結構ね俺勝手にもう予想ついてて、はい、本当に、まあ、まっちゃんからたまに聞く話、まあ、最初の方はさ、はい、まあ、何も料理器具も揃ってないから、はい、まあ、炊飯器だけ買ってそのご飯と卵かけご飯と納豆で食べてますみたいな言ってたじゃん、まあね、夜ご飯が、はい、朝ご飯みたいな夜ご飯じゃんそれ。朝ご飯みたいな夜ご飯でも朝ご飯みたいな夜ご飯食べてますね今も。まあ、そんな感じなんだ。なんか鮭焼いたりとかしてますよでも夜でもご飯、野菜炒めとか作れるんですかしたことないでしょ。したあんましないですねあんまじゃなくてしたことないでしょ。そうですね、なんか肉買って、うん、肉買うじゃないですか。なんか豚肉かとか買うじゃないですか。買うじゃないですか、うん、で僕玉ねぎなんか好きなんですよ、うん、玉ねぎ切って入れて、うん、もうほんとそれぐらいとか。いや家で料理するときっすよ。いやなんかさあとなんか、うん、100円で売ってる、うん、なんかこう野菜が入ったこう袋あるじゃないですか。 あんなの買ってるんですか。僕あれ買いますね。ええ、でもあんなの買うんすか。え、でも独身で、あのなんかもう野菜炒めセットみたいなやつでしょ。野菜炒めセットではないんですけど、なんかもう本当になんか、うん、野菜何種類かの野菜が入ってる野菜炒めセットでしょ。だからまあ炒めセットかな。まあほぼもやしのさ。いやいや違います。じゃあもやしキャベツにちょっとニラ入ったやつするだけでしょ。あのなんか袋ミックスセットでしょ。あ、そうですね。そうでしょ。あれ、はい、あんなの買ってんの。あ、買ったりしますねえ、野菜はほぼ買ったことないってことじゃ。そうですね、買ったことあるのは、うん、ピーマンと
人参ってぐらいですね。で玉ねぎそんなんで大丈夫ですか。そうですね、あと肉焼いたりとか 魚焼いたりとか、だからもう焼いて、うん、みたいな感じですね。へー、あ、そうなんだ。あとは鶏肉とか、うん、ちょっと焼いて食ったりして うん、結構手間じゃないですか。まあその食生活とまっちゃんがやってたっていうのは全然別だったけど、はい、みんな最近まっちゃんがやってたっつって結構心配の声が上がってるじゃん。まあ、前も動画で話したんですけど、はい、いやもう、うん、僕が痩せたのは、うん、単純に、うん、食べ過ぎだったんですよ僕。焼肉とか、そうだとしても、はい、で、うん、食べる家で食べる時も、はい、うん、なんか弁当2つ買ってみたりとか、うん、まあ、カップラーメンとか食べないんですけど、うん、なんか米炊いて、うん、米をめちゃくちゃだから食べてたりとかしたのを、米一杯にして、はい、であとちゃんと野菜、そういうので野菜を買って食べるように心がけ、うん、なんかいろんな、わかんない、俺も詳しくないんだけど、はい、ああいうミックスセットみたいなので、はい、あんまり良くないっていう、こう噂がある。そうなんですか。あるんだよね、なんか。じゃあやばいですね。だからまあ野菜を買ってちゃんとカットしてやった方が、ま、前に野菜でカットして、うん、あの野菜をこう水切るやつあるじゃないですか、うん、あれも買って水切って食べたんですけどなんか一人で野菜こうやって買うと、うん、食べるの大変だなって思っていやいやそんなことないですよ。なんかあの食べなきゃいけないっていう使命感がやだなって、まあ、僕はもうね、和文さんとずっと長いから、はい、あれだけど、なんか今日もこれ食べるんだっていう使命感がなんか嫌になっちゃったんですよ、ね。はい、そうなんだね。ね、ザ一人暮らしの食事してるんですね。そうっすね。あ、カバー持ってる。カバー持ってます、うん、もう本当に、もうちゃちゃっとから焼いて食えるものを買って焼いて食ってるか、うん、ね、まあ、弁当買って帰るか。あ、そうなんだ。はい、そうっすね。特別なんかそんな肉じゃがを作るみたいなことは、うん、作ってみたこともないんでしょ。ないですね。まっちゃんクッキングやんないんだ。まっちゃんクッキングやってる場合じゃないですね。なるほどですよ。あんな立派な家に住んでるんですから。いや、やめてくださいよ。家賃25万だっけ。25万、まあ安めですよね。結構さ、こんな適当なこと言うと結構信じる人いるよね。まっちゃんの家25万もすんのってたまに言われるもんね。もう調べてみてください。いや、成田25万の家、成田で25万だと相当いいマンションですよ。いや、やばいっすよ。あることあるんですかね。いや、ありますあります。あるんすね。あります、あります。普通にマンションですよ。神津の森の駅のマンションとか25万とかしますやっぱり。あ、そうなんですか。はい、はい、じゃあそこです。そうっすね。なんかちょっとね、もうちょっと、まあ、定食屋とかも一人で行かないでしょ。行く？いや、もうたまに夜名倉行ったりとかしますし、ね、そうですね。まあ俺なんかはほぼ定食屋だったから。ああ、そうですね、うん。あれだったんだけどね。なんか、そうですね。まっちゃんが最初の頃聞いたら、なんか本当に朝ごはんみたいな夜ごはん食べてる印象だったから、まだそうなのかなと思って。そうですね。夜に卵と納豆は寂しいよね、なんか。まあ、だからそこにプラスで、うん、鮭焼くの、鮭焼いたり、鮭チン、鮭、いや、チンして、なんかフライパンで焼いた方が美味しいなと思って、ね、まず皮から焼いて油を出してから。そうなんだ。あとそこにだから胸、まあだから結構前は胸肉とささみばっかり食べてた時期があったんで、あ、ね、まあ、最近それをやめて、やめて、まあ、たまに、あ、そういうことですか。たまに食うぐらいで、さっきの、まあ、魚焼いたりするので、あとなんか牛、うん、なんかもも肉、あーね、はい、うん、買って焼いたりとか。いや、なんかお金使うことないからさ、まっちゃんがさ、なんか食事ぐらいはさ、ね、なんかあれした方がいいんじゃないかなと思って今思ったんだよね。なんかそうですね、お金使った話聞かないからさ、何もお金使わないですね。そうか。ゴルフのズボンをちょっとこの間買ったぐらい、ね、ゴルフのズボンね、うん、それはまあ必要なやつ、ね、必要なもん、消耗品ですからね。いや、なんかどうでもいいやつさないんだ。なんかどうでもいいやつ。俺研修生の時はよく DVD 買ってましたよ、お笑いの。あ、うん、車で見るように。そうか、 DVD を借りるという習慣がなあんまないですね。あね、買うと買うみたいな、買ったりね。
はい、まあ、今はね YouTube もあるしね。そうですね。でも確かにそれ面白いですね、うん、車で。まあお笑いのねよく買ってましたね。なんか滑らない話とかね買って見てましたよね。確かにそれ面白いですね、うん、車で見れるじゃないですかずっとね、はいはい、そうなんだ。なんか何回使わないんだった。まあ別にその使う、別に無理に使う必要はないんだけど、なんか面白みがないよね。なんか皆さんこの間こんなことあったんですよみたいな、ないじゃん。なんかまっちゃんから、まあ、僕大体行動範囲決まってますからね。そうですね。車のあのナビで通るところ白線で出るんですけど、出てるよね。もう同じとこばっか通ってるんで、めちゃくちゃ濃いよねお前のね。もう練習場に行くかここにいるか、確かにね、ゴルフ行くか。そうっすか、ゴルフウェアしか着ないですからね。ゴルフウェアしか着ないですね。はい、確かにね。まあそうなんですね。すいません、ね、ちょっとまたなんかまっちゃんがなんかね大きなお金使うときはちょっと動画撮らせてくださいよ。え、ちょっと行っちゃいますよ。使い方しんどいですけど。ちょっと100万円ぐらい使っちゃいますよ。いや、ね、何買うんだよね。何買えるんですかね。なんかそのブランあれ昔はなんかね財布ねブランドもん買ったりねしたけど、今そんなのもねないしね。いや、なんか和穂さんにそんなの買ってもって押し付けられたんで。なんかビトンの財布買って、ビトンの財布買いましたね。買ったじゃん、初収益で。初収益で、僕人生2回買ったことあるんですよ財布を、うんうん、高校1年生の時のバイトして初めての給料の時と、はい、初めてその収益が出た時の2回。ああ、ね、2回ともビトンの財布、その財布を買いました。なんかさ感じ出してさあれだよね。いや、なんかいや、まあ、ビトンの財布持ってる人いっぱいいるけどさ、はい、なんか、ね、松本あの時何歳だった？20？まあ、4年前だから YouTube24、はい、24ぐらいでなんか財布10万ぐらいの財布買って、はい、名前ね、何があれなんだよなっつってな、はい、何がいいんだそれのっつって。財布高いだけじゃねえかお前っつって。押し付けられたんですよ。僕の記録ですよ。そうなんだ、はい、こうだ初めて思い出に浸るタイプなんだ。いや、初めてバイトで、うん、あ、そうなんだ、稼いだお金で高級の財布を買ったっていう思い出と、うん、初めて収益化した時の、うん、まあお金でね、はい、うん、それで買った財布っていう思い出ですよ。イニシャルまで入れちゃって。いやいや、でも売る気ないですよ。だからもうそういう時はもう行くんですよ。まあ何も成し遂げてないんで。そういうことですね、はい、プロテスト合格したらちょっと大きいあれですね。プロテスト合格したらもう車ですね。もうあのスポーツカー買いました。2人乗り用のおーってやつでしょ。いや楽しみですね。いや、まあ、燃費がいいのが一番いいんですけどね。いや、まあそうですね。あ、もう電気自動車もまだ喋ります。いや、もう切ろうと思ったじゃないですか今。いや、なんかどうでもいい話何分話すんですか。いや、もう喋り足んないなと思って、多分これ20分ぐらい喋ってますね。やめましょうか。本当すいません。確かにね、はい、そんな感じで、次回の動画は、このバンキッシュの入った、はい、パラダイムをちょっとまあ打ちたいと思いますね。はい、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。